レフ・ニコライ・ヤビチオ・ボーリンは、ソビエト連邦のピアニストである。教育者としても著名な存在であり、ウラディミル・アシケナージなど多くの優秀な弟子を世に、送り出した。ロシアのモスクワ生まれ。モスクワのグネーシンを音楽学校に学び、ミハイル・グネーシンの姉で、フェルッチョブ・ゾーニの皇帝、エレーナ・グネーシナにピアノを、アレクサンドル・グレチャニノフに作曲を支持し、かなりの優等生となる。 1921年に許されて、モスクワ音楽院に入学。ピアノ科と作曲科に席を置き、コンスタンチン・イグームノフの訓導を受ける。1926年にピアノ科を修了。1927年の第1回ショパン国際ピアノコンクールに出場して優勝した。イグームノフの推挙でワルシャーに行き、ショパンコンクールの第1位を獲得。 その後ポーランドとドイツで演奏旅行を行う。1945年までロシア国内で積極的な演奏活動を行うのと並行して1948年より母校モスクワ音楽院で教鞭を取った。主要な門人にウラディ・ミルアシュケナージ、エカチェリーナ・ノビツカヤ、ディミトリー・サハロフ、アレクサンドル・バフチエフ、ミハイル・ボスクレセンスキー、アンドレイ・エゴロフ、ペーター・レーゼル、 野島ミノルなどがいる。名優ダビット・オイストラフとは1935年に初めて演奏会で共演し、その後も修正様々な形で協力関係を保った。中でもオイストラフと組んでフィリップスに録音したベートーベンのバイオリン・ソナタの演奏は歴史的名版に数えられている。1941年にオイストラフのバイオリンとスビアトスラフ・クヌシエビツキーの チェロトによって、オイストラフ30相談を結成し、国際的な名声を得たものの、クヌシェビツキーが1963年に他界したため、解散を余儀なくされた。ミャスコフスキーやプロコフィエフ、ハチャトリアン、シェバリーン、ショスタコービチなど、同時代の作曲家の作品のいくつかを初演している。第4回及び、第5回ショパン国際ピアノコンクールと、 リーズ国際ピアノコンクールで審査員を務めたほか、モスクワ、リスボン、パリ、ツビカウのコンクールでも審査員に名を連ねた。吉沢ビルヘルム、ピアニストガイド請求者、印刷書、製本書公読書、2006年2月10日、60ページ、ISBN4 から7872から7208、X、ありがとうございます。